Welcome to the Coin Club ということで、なんか毎回これやんなきゃ始められなくなってきたけど、ということでやっていきましょうか。今日もここロンドンから暗号資産ニュースをまとめてね、噛み砕いていろいろカバーをしていきたいなと思いますよ。今日はもちろんもうマーケットクラッシュをね、もう見事に大出血ね、みんなもうボロボロでしょ、ポートフォリオだけどまあそういう日もあるよねと、まあ、これが普通だからね、クリプトの世界はね、はい、あの初めての人はちょっとビビってるかもしれないけど、もうなんかワンサイクルもうやっちゃってる人はね、あ、またかみたいな感じだけどね、はい、ということで、まあ、そのもちろんその辺の話もしていくし、あとは、まあ、バイナンス系のねちょっと話で、なんか規制がね入るかもしれない、大丈夫かみたいな話とか、なんかさ、ちょっとクリエイター向けの YouTuber とか、なんかインスタグラマーとかそういう人向けのコインがねいろいろあるみたいなんですよ。でニュース記事になってるので、そもそもそれって何なのみたいな話とかをちょっと、まあ、軽くね触れていきたいなみたいなとかとか、まあ、もちろんねちょっとマーケットクラッシュもあれば、まあまあそんな感じですかね、はい、ということで、やっていきたいなと思いますよと。ちなみに昨日のまたこのツイートありがとうございます。もうねリツイートしていつもくれてるチャーリーさん、佐藤ちゃん、村正さん、ありがとうございます。あとは皆さんいつもね感謝してますよ、 T ボーンさんとかね、ありがとうございます。もうねこうやってみんなで一丸となってこうやってねニュースを広げて盛り上げていくと、日本が盛り上がって多くのお金が動いて最終的にも値段が上がってくると思うので、このねマーケットクラッシュを救うためにみんなシェアしてポジティブにねいろいろやっていきましょうよ。ということでこのチャンネルでは、まあ、ニュースをこうカバーしていったりとかしているので、ぜひ投資したい人、してる人ね、今後始めたいよみたいな人とかはぜひ遊びに来てください。でちなみにこのメンバー登録も始めました。なのでもうメンバーの方専用の動画とかも出してるのでぜひ遊びに来てください。あと今日もねもう出してます。で今日は結構お気に入りの、オルトコイン、まあ、それに関する、まあ、ニュースとか出てきていて、まあ、かなり超大物たちがの時、会社とかビリオネアみたいな人たちがお金を会社自体に突っ込んでいるみたいな コインがあるので、こういうコインちょっと熱いかなと思ったので、まあ、ちょっとそれをね紹介したりとか、あとはそういうコインってどういうふうに見つけんだっけみたいな、なんかツールの話を紹介したりとか、まあ、なんか個人的に、ね、いつもこうリサーチする中で新しい発見があるので、まあ、そういった知識とかなんか見つけたこととか紹介してるので、ぜひメンバーもお願いします。まあ、ラーメン1杯分で参加できるので、まあ、ラーメン一杯よりも安いと思うのでお願いします。あとはこのベルもね皆さん押してください。今はですね4200人300人、お、いった、4300人いってるのでお願いします。4400人を目指しましょうということで、37.8% の人たちが登録してくれてないので、ぜひ登録してください。よっしゃ。ということで、ちなみに今からマーケットアップデート入りますけど、ファイナンシャルアドバイザーではないので、皆さんエンタメとして聞いてね。だと、なんていうのかな、タイムスタンプは下にあるのでぜひお願いします。好きなとこまでスキップしてねと。さて4月の23日、今日は皆さんもうね血の海ですよ。見てこの真っ赤っかやばボッカーンしてるよね。いやまあまあ、そのビットコインもうね5万ドルを久々に割りましたよねと。マーケットキャップだってもうさ1兆ドル超え、もう下回っちゃってるじゃん。もうさ、まあ今日はこの話をねちょろっとしたいなと思いますけど、イーサリアムでもね結構強いんですよね。なんて2000ドル超えてんじゃん。てか昨日とかさ、だってここの時点でオールタイムハイ出たからね、2600ドルだっけとか。なのでなんかみんな下がってんのに謎にイーサリアムだっけドーン上がってて、なんだこれと思った瞬間にまた落ちるっていうよくわからない事象ですけどね、はい。であともうバイナンス、もうこのね超強いバイナンスコインですら500ドル切ったと。これも今ちょっと買い時なんじゃないかなと思っちゃうけどね。まあ、バイナンスやっぱね強いんですよね、本当に。このいろんなユーティリティがやっぱりあるから、正直ねもうちょっとやそっとじゃ落ちきんないだろみたいなことちょっと思うけどね。どう思いますか。今後セキュリティートークンの話も今日触れるけどね、テスラのストックをこうトークンで買えたりとかするのでちょっと強いよね。まあまあこれはね面白いかなと思います。ちなみにバイナンス登録した人は下のリンクから登録すると手数料がずっと 5% 低く安くなるはずなので、見ていただけるといいかなと思います。 XRP 落ちてきたね。1ドルを切りそうだけどどうでしょうかね。カルダのちょっとダメージ食らってるよね。これも1ドルぐらいなので、まあちょっとあれですけど、ただねカルダのはファンダメンタル強いので、4月の29日にカルダのアフリカデーっていうのがあるんですよね。
でアフリカでのなんかカルダノの、まあ、なんかそのプロジェクトのねなんかアップデートがあるのでそこがどうなのかっていう感じがちょっと気になるけどね。多分値段は全然上がるかな。ディスカウントだよね。めっちゃ今度ちょっと後で買おうかなみたいな感じ考えてますけど、同時コインもらってた 0.4 とか 0.5 だったのにさ、この間 2、3日前、もういきなりこんなだぜ。やばいよね。もう数日連続でこんなダブルデジットで落ちてるけどね。まあだからまあ同時コインはねちょっとあんまり怖いよね、突っ込むのは。ユニスワップバージョン3が5月の5日ですけどね、まあそれに向けて上がってたけどまたちょっと周りにつられて下がってるって感じかな。あとはまあチェインリンクとかもいい感じに落ちてるので、なんか好きな人は結構買い時かなみたいな感じもちょっとするけどね。もう個人的に V チェインギャングなのでちょっと V チェインは狙い目かなとかなんかちょっと勝手に思ってます。ソラーナでも結構強いよね。もう他の流れを丸無視して上がっていると。なんでなんだろうね。まあなんかその結構いろんななんかダップがね立ち上がってきてるので、まあそういう影響もあるのかなみたいな、ちょっと知ってる人お願いしますみたいな感じですかね。はい、ということでまあちょっと無限に時間使っちゃうので、まあこんなところにしときましょうか。もうさ、ビットコインやばかったよね。急に下がったもんね。もうそこなんですけど、なんでなのっていうところで言うと、わかんないんですけどね。まあ、一つの、多分まあ、なんか、まあ、いろいろ見たんですよ、記事を。一応いろいろ見たんですけど、まあ、なんか一個、まあ、確かになと思ったのが、これですよね。アメリカの税制が変わるぞというところの噂があるよっていうところで、ブルームバーグが報じた瞬間に、もうね、ビットコインどころか、もう S&P も、もうガタ落ちしたよねみたいな状況なんですよ。で、何があったのかっていうと、バイデンがキャピタルゲインタックスを倍にするぞっていうことをね、なんか噂であるなって。で、それでみんなビビって倍はないでしょってなって、もう投資家たちがビビって逃げたみたいな感じらしいですけどね。まあ見ていくと何結局ちょっとこれ待って邪魔だね。ね、バイデンがもしかしたらね、そのキャピタルゲインタックスを倍にするかもしれないで、まあ、39.6% にね適用するかもしれないみたいなことを言ってるわけですね。ほんで、まあ、今は 20% くらいなんですよ。でこれが倍近くなるよと、おいおいって感じするんじゃん、そんなのさ。ほんで、まあ、かつなんかいろいろこうなんか他のタックスとか入れていくと、フェデラルタックスのレートが特に富裕層の投資家に対してはもう 43.4% にいくかもしれないみたいな。そらビビるわなっていうか、もう自分の友達結構アメリカ人なんで、一応これ結構ダイレクトに影響するんですけどね。友達とかも昨日メール来ててどうするよみたいな感じなるわよな。のでね、ちょっと昨日ちょっとツイートしたんですけど、なんか本気でちょっとなんていうの、ポルトガルに移住しよっかなみたいなことを考えるんですよね。で俺の友達も結構ポルトガルになんか移住してて、もうすでにゴールデンビザっていうのがあって、なんか5000万ぐらい突っ込むと不動産になんか永住権もらえるんですよ。でそれ取るともう EU どこでも行けんじゃん、最高じゃん。でなんか年間に7日間ぐらいしかポルトガルに住まなくていいわけよ。やろっかなみたいななんかね、もうアメリカ国籍をちょっと捨てようかみたいなことをちょっと思ったけどね。まあ、そんなニュースがあってみんなビビりましたよと。で、S&P で言うと、インデックスダウンが 0.9%。10ニア、10年のトレジャリーイールドが 1.54% 落ちましたねと。だってもう 0.5% 落ちるだけでもさ、結構なんか、ヘッドラインになったりするけどさ、0.9% 落ちたらそらビビるよね、みんなね。っていう。まあ、そういったところもあって、まあ、結局、まあ、そのビットコインのその価格にもその後すぐに影響したよね、みたいなこともあって、で、それが、こうとどまらずずっと下がり続けてるみたいな感じみたいなところは一つあるかなっていう感じですよね。はい。でまあここにもあるけどね。でなんかまあねそう、まあこれちょっと面白いなと思ったのが、そのプロビットコイン屋さん、プロビットコインの人となんかプロゴールドの人がいて、まあ、いるじゃないですか。ビットコインなんかクソだみたいな人もね。でその言い合いが面白いなと思ったんですけど、このアンソニー・ポンプリアーノっていう、もうプロビットコインの人がいて、で、かつ、ピーター・シェフっていう、そのなんか、なんつうのかな、ビットコインは、うん、みたいな、なんかゴールドだな、みたいな人もいて、で、まあ、そのなんか言い合いがあるわけですね。ビットコインは5万ドルを超え、なんか下回ったじゃないか、みたいな、まあ、なんかそういうツイートでなんかいろいろやってるんですけど、で、このね、アンソニーさんは、面白いんだけど、いやいや、言うても、ビットコインは600、
10% 去年から上がってんだと、ゴールドは 3% しか上がってねえじゃねえかと、あのそもそもゴールドの価格上昇がインフレーションを超えるまでお前はツイートすんじゃねえみたいな、なんかこう喧嘩になってて、もう見てて超爆笑したんですけど俺、はい、まあなんかおもろいなみたいなね、はい、まああとはなんかそのテクニカルのサイドで言うと、まあなんかいろんなインディケーターがあるよねと、でなんかそういう意味で言うと、なんかその ASOPR っていうのがあるんですよ、あのアジャステッドスペントアウトプロフィットレーションっていうのがあって、そのプライスで売った値段と買った値段のそのレーションのなんか考え方があるんですけど、まあそういったところを見ても、プロフィットテイキング、まあ売りが結構入ってるよねみたいなこととかもなんかね、言われてたりするみたいなので、まあ興味のある人はね、コインテレグラフの記事から見てみると面白いと思いますよ。なので、まあ正直どこまで下がるか分かんないけどね、どう思いますか皆さん。あの、個人的にはね、ちょっとまあもちろんね、そろそろ止まってほしいなと思ってるんですけどね。ただもっと下がって、ディスカウントで買うっていうのもありかな。はい。ちょっと皆さんのねコメントをお待ちしてます。基本的に僕はダイヤモンドハンドですから話しませんよ簡単には売らないからね。よっしゃ、次オールドコインの話。さっき紹介した話ですけど、なんかこのラリーっていうコインがあるんですよね。でこのラリーっていうプロジェクトがなんかコインリストのあのコインのそのセールで22億円だってよ、を要は資金として得たと。でこの何っていうと、そのクリエイターコインなんだって。要はインフルエンサーみたいな YouTuber みたいな人たちが使えるコインなんだって。でそのコインに対して、4万人の投資家たちが集まったよということみたい でなんかそのコインリストのディストリビューションで言うと、なんかトークンセールプラットフォームとしてのなんか記録を作ったみたいなことを言ってるんですけど、なるほどと。で何それというと、ラリーっていうのはインフルエンサーがなんかトークンを作ってなんかエンゲージメントに使えるよと、なんか例えばロイヤリティのなんかさ報酬を上げたりとか、ビハインドなんかザシーンのさアクセスのなんかあれを上げたりとか、なんかいろんなことを使えるんだって。なので、あ、こういうのもあるんだなって感じするよね。なんかあんまり知らなかったんですけど、でなんかこのラリーっていうのがこれなんですけどね。でなんか見ていくと、なんかねその結局クリエイターが使えるんですと、今なんか95人のクリエイターがいるみたいで、見るじゃない。例えばこのアリーさんっていうのがアリーっていうコインを作ったと。ほんででなんかそこを買えるんだって。で買うことによってこの人がなんかオファーしているさ、そのなんつうの、なんかその報酬にアクセスができるってことだよね、みたいな。でで、なんかね、まあ、その、この、結局、いろいろ調べると、どういうふうに動くのかって分かるんだけど、正直ね、まだね、あんまり、なんつうのかな、ホワイトペーパー読み切ってないので、ちょっとおすすめはできないんですけど、あのただ、このラリー .io とかっていうところに行くと、いろいろ見れるので、あとはラリー .io、wiki.rally.io、これ見ると、どういうふうな仕組みになるのかっていうのが出てるので、面白いと思いますね、読むのも。なんか、見ていくと、なんかね、その、ユーザー、例えば皆さんが、じゃ俺がコイン作るじゃん、でみんながそれをさ投資するじゃん、そうするとなんかねリワードが発生するんだって。でそのメカニズムはちょっとねよくわかんないんだけど、たくさんのクリエイターが入れば入れば入るほどなんかその入る仕組みがあるみたいなことを書いてるんだけど、あの、まあ、ちょっとね時間がなくて読み切れてないですけどね、ちょっとまた読んで興味があったら、あのまた紹介したいなと思いますけど、興味のある人は自分で読んでみるといいかなと思います。まあ、でも確かにねこういうの面白いよね。で本当どうなのよと思って見たの。そしたらなんかさ、例えばこのねコインベースのベンチャーポートフォリオ、そのコインベースベンチャーズが持っているポートフォリオなんだけど、その中にラリーってあるんだよね。だからコインベースベンチャーズも注目を一応して持ってるんですよね。だから結構もしかしたら有力なのかなみたいな気がするね。確かにこういう需要はねある気がするので、まあなんかちょっとねディープダイブしてみるのも面白いかなと思って、ちょっと今日は軽く紹介をしました。次バイナンス。バイナンスね面白いですけど、バイナンスがなんとね、あのドイツとイギリスの金融のその規制局から狙われてるということなんだけど、なんかそのストックトークントレーディングを始めたよねと、そのコインベースとかさテスラとか、その後においおいってことでこの2つの国が動いたよと。で今ちょうどだからそこのねレギュレーターがいろいろ入って、本当にこれって
なんか本当はなんかセキュリティなんつうのか、株式のそのなんか規制しているその法律に触れるんじゃないかみたいな、そういったことを言ってるんですよね。でまあ書いてるけども、なんかそのイギリスとか、まあ、ヨーロッパのレギュレーターは、いやこれはセキュリティローに触れるだろうと、法に触れてるんじゃねえのみたいなことを言っているんだけど、あのバイナンスはいやいやと、これはねちゃんと CM イクイティプロダクトで、あのちゃんとレギュレーションされているパートナーと一緒に作ってるから全然問題ないでしょということで言い合いになってるみたいなことなんですけど、まあ、ちょっと気になるよね、このやっぱ規制ってなんかがっつりこうね、あの価格に影響したりするのでね、なんかこれが全くなんだろうな、結果ダメだよみたいなことになったら、もちろんなんかアップサイドがなくなると思うし、でも逆にこれで OK だよってなった瞬間に、もうなんかじゃあどんどんなんかうちもさトークン化して売りたいみたいな会社も出てきそうじゃん。でバイナンスにあえてアクティブにリーチアウトしていくみたいな、なのでちょっとここの出方が気になるかなっていう感じかな。なんか今後のバイナンスの価格にちょっと影響しそうかなということをちょっと思いましたね。で最後ちょっとね軽く紹介しておくと、なんかね面白いなと思ったのが、ビットコインって環境に良くないよね論って結構あるじゃないですか。で確かに電気代めっちゃかかるから良くはないと思うんですよね。だからみんなあのプルーフオブワークじゃなくてプルーフオブステークとか違う形に行くと思うんですけど、じゃあそれどうすんのと。でも結局ビットコインがメジャーなのはもうしょうがないからさ、どうするんですかみたいなことになってるんですけど、なんか今回そのスクエアと、あとはアークインベストメントがそのリサーチをしましたと。でリサーチペーパーを出したんですよね。でそれをツイート出てるんですけど、それは今後のリンクからいけるのね。4月の21日に出てるんですけど、でそれっていうのがこれなんですよ。でビットコインはクリーンエナジーを加速させるキーになるみたいなことを言ってるんですよね、まあ、結論言ってしまうとね。でなんかそこの理由はこうなんだみたいなことを言ってるわけですよ、まあ、要はその今の化石燃料とかってあんま良くないので、 でもビットコインのマイナーっていう必要性っていうのはあるから、結局そこでクリーンエナジーが増えるんだみたいなことを言っているレポートに対して、あのツイッターの社長のジャック・ドーシーとイーロン・マスクがだよねだよねみたいなことを言ってるとリニューアブルエナジー増えるよねみたいな、ビットコインがさインセンティブ与えるんだよねみたいなことを言ってると、まあどうなんですかねっていう感じなんですけど、まあ面白いなと思ったのが、この記事も書いてるんですけど、なんかそのまあ、このまあね、なんかちょっとうんと思うところもあるんだけど、その何ていうのかな、まず言ってるのが、そのソーラーとか太陽光、あとは風力発電っていうのは安いよねと、化石燃料よりも。うん、なんだけどその弱点としては、なんか誰も使わない時にすっげえなんか余剰な供給をしちゃって、でめっちゃピークになる時に、使いたい時に足りないみたいなことがよくある。あるからなんかそのフレキシブルさがないよねみたいなことを言っていて、なんだけどだからそこを解決できればいいよねと。でここで言ってるのが、そのなんだろうな、なんかソーラーパワーとか風力発電の電力を多分なんかそのストアできるバッテリーとかができたりすると、まあ、なんか結局マイニングがそういったなんか余剰電力を使ってなんかいけるからグリーンになるんじゃないかみたいなことを言ってたりするんですよね。でこれって別になんか技術的にできないことじゃないよねみたいなことを言っているということなんですけど、それに対して、まあ、イーロン・マスクはトゥルーって言ってるんですよね。そうだよねって。どうなんですかねなんか分かんない、バッテリーのこととかよく分かんないですけど、まあ、でもなんかちょっと希望なのは、まあ、事実としてでも今ってすごいなんかその現状環境には良くないと思うので、まあ、なんかちょっとどうにかした方がいいんじゃないかなと思うんですけどね。まあ、でも特にまあでも中国とかのハッシュレートが一番大きくって、中国とかってシーズン的に言うとなんか名前忘れましたけど、水力発電にほとんど移行するんですよね。だから意外にそこまであんまり環境に良くないみたいな説もあったりするんですけど、まあ、言うてもでも電気使うから良くないよねと。でもしでもこういうふうにリニューアブルでできるんだったらさ、いいよなと思うんだけど、でも電池がキーだということになると、誰かが電池を開発しなきゃいけないわけじゃん、その蓄電できるやつ。でもイーロン・マスクとかさ、そのテスラとかでこの間もバッテリーデーとかやってましたけど、もともとパナソニック頼りだったけど、パナソニック使えないから自分たちで今後バッテリー作りますみたいな感じになってるじゃないですか今。なんか LG のバッテリー会社にもなんかさ投資するかもみたいなこと言ってたりとかっていうのもあったりするし、だからもしかしたらさ、イーロン・マスクがじゃあ分かったと、
俺がバッテリーを作るみたいな感じで作って、マイナーはねこのグリーンエナジーを全部ここに蓄電できるこのバッテリーを作ったからこれを使えみたいな感じになれば、まあね、なんか面白いかもしれないですよね。だけどまあここでもう一個あったのが、でも結局なんかリニューアブルエナジーってなんか地域によっては簡単にできるけど、地域なんかそれ以外のところではできなかったりとかするっていうのもあるわけですね。例えばロンドンだと曇りが多いから太陽光できないとかさ、なんかオランダは風強いから風力発電できるけど他の国だとできないとかさ、まあ、あるわけじゃないですか。なのでじゃあ本当にそれってグローバルで展開できんのみたいなことのそういった議論もあったりするので、まあ、確かにね難しいところではあるのかなという気がするよね。どういうふうに解決するんですかね。皆さんの考えなんかありますか。なんかわかんないけど教えてくださいもしあればね、はい、ということで今日はねこんな感じで終わりましたけど、もうねマーケットが回復してくれることをね待ちますか。とりあえずまあちょっと回復してきてるのかな昨日よりも。ということでね皆さんツイッターの方もお願いします。あとはメンバーシップの方ではちょっと気になる、オルトコインの話とか、スペース X とコラボレーションをしているオルトコインの話とかいろいろねやってたりするので、ぜひ興味があれば遊びに来ていただけると嬉しいです。ということでまた次の動画でお会いしましょう。いい週末を。